最後にこのタイトルにもしている紙壁としたんですけども、このアーキタイプにはそれぞれ招きやすい紙壁を招きやすい性質というのがあって、幼子は否定的、紙壁の対象としては消費行動を取ったり甘い歌詞陽気な態度、孤児の紙壁を招きやすい性質は霊障的であると、まあ無力感ですとか苦悩とか、これはそういうところに陥ってるってことですよね。落ちりやすいみたいな話じゃないですかっていう、はい、まあ、でそれぞれこの全部読んだ方がいいですね、すいません。で戦士は禁欲的で紙壁対象としては達成成功っていうところを見ると、確かに、まあ、そこに駆られているっていうことなんですかね。達成成功を求めるから禁欲的になるみたいな感じなんじゃないですか。ああ、もうこの戦士が3番目に来ているのがもうちょうどエニアグラムに重なってですね、はいはい、で援助者はその読み方で言うと世話を焼く、強依存、世話を焼きたいっていうのがあるから、その救助作業、あ、この紙壁、この紙壁をすることで満たそうとしてるんですよね、はい、招きやすい性質、はい、こういう風になりやすいってことですよね。あー、なるほど。要はこのアン・ウィルソン・シェフという人は著書の中で、人は実体のあるものだけでなく行動や思考のパターンに刺激することがあると、アーキタイプに取りつかれると薬物中毒の有無にかかわらず何かに刺激したり脅迫観念にとらわれたりする恐れがありますと。じゃあ刺激とは何か、身体的精神的社会的に自分の不利益や不都合となっているにもかかわらずどうしてもやってしまう、やめたくてもやめられないこと、まあ、悪影響を及ぼしているもの、はい、みたいなことですかね。で探求者は自己充足に、まあ、囚われているって言ってもいいですよね、うん、ってことは、はい、で囚われているがゆえに自立完全主義に駆られている、あ、まあ、両方とも駆られているっていうことなんですね、はい、で破壊者は自己破壊、ちょっと自分が破壊者っていうのがピンときてなくて、はい、何をこの人は破壊しているんだろうって、はい、囚われやすい性質が自己破壊。確かに私はどちらかというと、厳しい親ではあったが、はい、普通の家庭で育ったので、はい、破壊願望はそんなにないんですね、はい、むしろ破壊されるものを恐れる傾向はあるんですけど、はいはい、外録チャンネルとかを見ると、はい、あまり幸せな家庭で育ってない人はもともと破壊願望がある、はい、っていうのはあるかもしれないなってちょっと思いました。ちょっと違うのかもしれません捉え方が、はい、だからなんでその自殺したいとかも全くわからないので、はい、すいません。この破壊者はって話ですよね。そうですね、はい、はい、で求愛者は親密さに関わる問題、親密に駆られているので人間関係セックスを求める、求めすぎるっていうことなんでしょうね。そして創造者は、はい、想像しなければに駆られるので、まあ、ワーカホリックになるわけで、で統治者は支配に駆られるので、まあ、支配強依存だと、支配されてくれる人とか強依存、はい、で魔術師は不誠実なイメージで見られたいんでしょうね、彼らは。そこに陥りやすいって話ですよね。ちょっと自分がないのでちょっと説明が分かんないです、すいません、はい、で賢者は批判主義だと、で正しい答え、精神安定剤、この正しい答え、はい、まあ、正しいことがあるはずみたいなことなんでしょうね、はい、うん、賢者にとって、はいはい、で道化では酩酊で刺激アルコールコカインに、これもちょっとまだ説明がうまくできません。酩酊してたいんですよね。ああ、酩酊してたいっていう性質を持ってるって話ですよね。
でその対象がまあアルコールとか。文意を読んでいただきありがとうございます、はい、不眠ごきげんよう。破壊者はいわゆるリセット癖もそうなんですかねと。あ、なるほどね。でもまあそうなるとみんなありますよね、もちろん。まあみんなあるって書いて持ってるとは。はい、で、はい、どこにとらわれているかだと僕は思ってるんですけどね。はい、なんで、まあ、幼子スタートなんですけど、はい、基本は、はい、今のあなたがどこか、はい、っていうのはこの中だと、まあ、全部あるんですけど、はい、一個強いのはあるのかなとは思ってます。はい、はい、あ、リン様ごきげんよう。援助者はアドバイスおじさんですねと。ああ、そうですね。あ、もうここから全然関係ない話しますね、はいはい、ごめんなさいね。昨日終わってから、はい、隊長とまあちょっと話をしていて、はい、僕は、はい、ブランドを、はい、自分を見せるために、はい、結構ブランドを選んでるんです、ね、はいはい、例えばその、はい、いやそんなことないかな、それもまああると思うんですけど、はい、ブランドって多分それだけじゃないみたいな話ですよ。あ、なるほど。例えばもう早急にスマホのケースが欲しい、はい、ってなった時にアマゾンで頼めば明日来るかなみたいなのがもうブランドじゃないですか。アマゾンっていう、アマゾンっていうブランドですね、はい、でそれはアマゾンって見せるために買うわけじゃないですよね、はい、明日欲しいからアマゾンで買うみたいな。で例えばビトンのカバン、はい、もう僕が、あ、持ってないですけど、はい、ビトンのカバンを持つとすると、はい、俺はビトンを持つ男だよ、はい、のためにビトンを持つんです、ね、はい、でまあ、高級ブランドは多分そういう側面が強い。ただ、はい、あの映画で、はい、戦争の映画だったかな、はい、あの何か重たいものを運ぶ映画が、はい、運ぶときに、はい、ビトンのカバンを持ってたんですね、はいはい、でビトンのカバンにバーって詰めて、はい、犯人は逃げようとするんですけど、はい、その走りながら言うのは、はい、それが本物のビトンのカバンなら、はい、50キロの何十キロだったかな、はい、何百キロのものでも運べるから大丈夫だ、はい、みたいなことを言うんですよ、はい、ってことはやっぱりそれはビトンのカバンを丈夫だって見て買う人もいるわけですよね、はい、僕みたいにほらビトンのカバンだぜって持つ人もいれば、はい、これは丈夫なカバンだ、はい、で選ぶ人もいる、はい、っていうこの隊長が言ったのは、はい、それだけじゃないですよねっていうのは、はい、ブランドの持つ、まあ、ブランドの持つイメージが多分いろいろあるって話ですよね、はい、っていう。で僕は結構その上っ面しか見てない感じがします、はい、でその高級品見せるためのものとかっていうと、はい、多分語弊がいっぱい生まれるみたいな。あ、そうですね、はい、でも多くの人が多分ブランドっていうイメージを結構そっち側で見てるものはありますよね、はいはい、だからここ翌日配送みたいなのもで、アマゾンが思い浮かぶみたいなのもブランドだったりするわけじゃないですか。まあ今度はそうです、アマゾン、はい、とか、まあ今度は楽天とかになってきますね、楽天ブランドが、はい、なので、まあその例えばアマゾンだといろんなものが置いてあるみたいなイメージもあるわけじゃないですか。はい、俺アマゾンで買ってるっていうブランドにはならないですよね、見せるためのブランドには。そうですね、はい、なので、でまた今度はこの本は、はい、それをアーキタイプにしてるので、はい、まあ、それは人によってはうさんくさいわ。そのタイプに響く売り方はどんなものかみたいなっていうのが、はい、今日のこの史壁っていうのを見ると、はい、あ、確かにそこに響かせる何かはそこに結びつけようとしてるんだろうなっていうあるよなっていうのはちょっと感じたんですね、はい、でどこにブルーオーシャンがあって、はい、で自分ができることは何かっていうのがあって、はい、じゃあどうそれを演出するか、まあ、そこに響くのは何かですよね、はい、はい、で今私は、はい、この M8 正体をブランド化、はい、ブランディングするために、はい、正しいことをしているかは分からないんですけど、はい、もしかしたらこれを学ぶうちに喋、はい、り方が変わるかもしれません、はい、取り上げる内容も変わるかもしれない一応服装だけは、はい、あのラフな格好すぎてはいけないとは思ってるんですね、はい、岡田敏夫さんもそうやって言ってますし、はい、それはまたブランド山田玲司さんにお前スーツ着ろよみたいなこと、はいはいはい、あのしっかりした人が喋ってますよ、はい、
ていうイメージを、はいはい、でも山田礼二さんは山田礼二さんのブランドじゃないですか。あそこ、まあ、あの人は漫画家っていう一個ありますからね、はいはいはい、そういう見せ方みたいなところだと思うんですよ。どこに訴えかけるかみたいなので服装も変わるみたいな、はい、ちょっと勉強していければなと思ってます。